川崎から来てるんで、はい、ね、一緒にもう釣り旅行、すごい、このということで今回宮古のミスタージーング生き丸くん、どうもです、今です、うちの4番バッター、はい、今もジーングさん、ここです、ジーング対決、池田対決してくださいね。なるほど、おおおお、マジかよ、やべえよ、よっしゃーよっしゃー、というわけで1日目は、はい、宮古チームです。あれ、この人、うわ、最高、この人なんでこんな配線飛び出てるんですか、車から。なんですかね、これ。2日目でございます。皆さん、もう今日ベタなぎ。いやー、いいですね。最後、ベタなぎ。昨日の勝者ね。最後だったら、真っ白。逆に大変だった。やばいよ。おお、なんだよ、また昨日と一緒のパターンだよ。本当だ。あ、これ一番ダメなパターンだ。昨日と同じだもん。確かに昨日も。これ釣った、昨日1投目で。おお。おお、すげえじゃん。おお、さすが。さすが。おお。やっぱ餌つけた方がいいかも。ああ、外れたかな。うわあ、なんかすげえ。餌つけたか。餌つけた。逃がしてもいいね、カラフルな、カラフルっすね、これもまた、昨日は見なかった。おお、あ、もうペラしかいない。ペラちゃん、ペラ、確かに。あれ釣れた人は、はい、今日ノーフィッシュですよ。
あーそうっすよね、昨日よかった、俺のスズメダイこっちに来たやばい、わっ、すげえブタタギか、あーまた、あ、おじさん、これがおじさん、これおじさんです、へえ、意外といい餌、そうす、いい餌、ヒゲがここにある、あ、ほんとだ、うわ、ほんとだ、すげえ触覚になって、地面にあるエビとかちっちゃいの食べる、あ、へえ、あー、また、またやばいよ、ピンチかかってたじゃないよ、釣ってっから俺、やばいよ、あー、もう今日は本当にね、終わり、今日は終わりだわ、早い行きましたね、なかなか見ない光景ですね、あー本当だ、すげえ、いいね、狙われていくでもいいですよね、はい、あー、グルクン来た、おー、グルクン始めた、何匹が来るんだ、この強い引きは、紫じゃないですか、呪いの、おお、出た、あー出たパナリパナリ、パナリパナリ、離れの離れ、そうです、だからめっちゃ沖の一級ポイント、今日は比較的ナギだったから、はい、これ正していくとナギ言うと、これです、すごいですね、もう意外と大体一投目だからな、来るのは大事な、大事な一投、ブビドゥバドゥビ。
活性があると思うんですよ。おー、早い。赤いの来たよ。本物。いやーすごい。本物来た。本物来た。いやついに赤いの。赤いの取ったよ。うわーすげえ。まあ目の前にいや食うってことよ。いやすげえ。
当に銀だ、銀だ、光ってた、うわー、綺麗、わあ、すごい。これ何ですか？磯マグロ。磯マグロ。へえ。お待たせしました。おお。あ、あ。最悪。マジっすか？ああ、いる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 。おお。上げてきたってことは何？おお、あ、ちいちいの、ちい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 バフミン、バフミン食い上げたよ、まあ、おおーい、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 まあでも飲んでるわ、こいつは出るから、もうこれはダメだ、キープしないと。いやすげえ。え？トビウオの。お？どうやって捕まえたんですか？え？入ってきた。初めて見た。おお、初めて見た。何が入った？トビウオの授業。一生懸命飛ぼうとしてます。めっちゃ怖い。あれ？小崎さんは、はい。ちなみに今日缶何本開けたんですか？5本いったからこそ今まで持ったって。あと1本しかないから。シルクでやったらもう多分1時に帰ってもう。もう今3時だから。3時。はい。いやー今回もね、はい、渋いながらにも、はい、いい魚何回もかかったのに。はい、ほんとね、物にできなかったんですね。あー、確かに。ちょっと、はい、ね、あの魚も俺実は取れたと思ったからこそ、はい、油断があったわけ。あー、ね、大悟くんも昨日ちょっとさ、カメラ目線でやったみたいな感じやってたけど、あそこが俺は大悟くんの敗因だと思う。はい、もう何事も調子に乗らない。とにかく紫の魚よ、敗因が。そうっすね、敗因は紫の魚。どう、あれが食べて、薬払い、薬払い、そういうこと。はい、そういうわけで、本日の皆さん、ありがとうございました。皆さん、元気ないですから。いや、でもね、なんだかんだって今釣れてんだよ。そうですよね。プラボックス見てみてよ。いいよね、いいよ、ほら。いやいやいや、すごい、すごい。あ、これ、三木丸くんが釣ったやつ。イソマグロ。あ、イソマグロ。あら、ほら、うわね、これいいの釣れてんだよ、ほら、うわ、大悟くんね、やっぱでかいな。で、これね、ちょっと大切なことあったけど、はい、あの、一生いっぱい、そうですね、はい、一生いっぱい、だから、負けた方が何らかおごりでしたけど、はい、割り勘っす。これが最高で、7、8キロになるんですか？ならない。じゃあ何だよ、キロも見たことない。じゃあこれって相当でかいってこと？これでかいですね。僕が最高で船長の5キロ見たことない。4キロをラクが止まらん、止まるかな。これ 2.4 キロ。おー、すげえ。それで船長は4キロ見たことないんですよ。あ、赤字ですか？うん、でこれ、3.2 キロ、大悟くんの釣ったやつ。すごい、死ぬ気とかしてこれだから。あー、そっか、その分減ってるから。結構の超過だったんだよ。いや、確かに。ラーボックスを上げてみたら。
なんかもう帰りのお通夜とか絶対あれ必要ない絶対めっちゃ落ち込んでましたけど、だいぶ釣れてるんですね。こんだけの上がってるんですからね。まあいいね、釣りでした。ね、船長ありがとうございました。ありがとうございました。船長、柔軟剤娘さんのチョイス300引かれますから。はい、はい、あ、はい、あ、お待ち。仲買人が続々と来ております。僕たちの魚買ってくれるかな、買ってくれるかな。大店、やった